せっかくだから楽しくお話ししましょう。じゃあずっとその家で働いてたんだ。はい、そこが私の仕事場でした。私はご子息の世話係として雇われましたが、今はもう私を必要としないほど成長されました。その仕事好きだった？はい、ご子息が私に名前をくださったのを今でもよく覚えています。大切な名前です。その子の名前なんて言うの？ご子息は名前です。家族の名字は？住所、連絡先は？お前やっぱり。名前を聞いてくれて感謝します。ここに来る人みんな同じ。あなたが私を呼んだのですね。名前を忘れない。そうだよ、カズの名前だよ。壊れたのか？不法投棄されたんだ。は？新しいのを買ったら古いのはメーカーに回収してもらうだろう。その時に回収費用払いたくないから個人情報を消去して。この子はね、誰かに覚えていてもらいたかったの、自分の名前を。だから倫理委員会から逃げ続けて。